どうも、寺田です。今日もインゴリやっていきましょう。いやー、ちょっとねラントナを、まあ約30回ぐらい、だから90回ぐらいなんか繰り返して梅雨でムシムシ東京杯やってたんですけど、最初のね東京タワーがクリアできなくて、あのツリークラブとかなんていうか、この雪結晶クラブとか使ったんですけどクリアできなくて、どうもクリアの秘訣はスピンにあるらしい。低弾道でなんとかしのぐみたいな、というのでちょっとねスピン力上げてなんかなんとかクリアしてみようかなと思いました。スピン力を上げればなんとかなるんじゃねみたいな。怖っ。超大丈夫かこれ。まあ大丈夫でしょう。オッケー、コントロールはいいや。まあ今スピン力が275なので、スピン力を上げるのとかってある？スピン力が上がる服とかありますか？スピン力が上がる服とかある？ないならこれにしたいんだけど、スピン力が上がる服ないよね。そんなものはない。そしたらまあこれでいっか。こう足の部分いいね。足の部分この白のこの感じなんかいい雰囲気。いいな。足の雰囲気がいい。ではまあ一旦これでやってみますか。祝砲が8なので、ちょっとそこだけ祝砲無風だけ増やすか。どうしようかな。とりあえずポイント上げるか。ポイント上げて、まあこんな感じでいいかな。無風祝砲8、祝砲あげるか。祝砲13、こんな感じでいいかな。13、帽子が5だったよね。グローブいいじゃない。セカーニが14、中途半端だな。まあよし、まあいいか。これでいきましょう。まあ一応スピン力を上げたということで、パラメータスピンが275でなんとかクリアできんじゃねっていう甘い考えなんですけど、ね、まあ、今現在の最大
スキル。じゃあ行きますか。これで失敗したらもうどうでもいい。やんね。ものすごい試したんですけど、一回もう、間抜けられなかったんですよね。東京タワーの間。過去は抜けられたんですけど、なんか無理だったんですよ、もう。もう、ここかな。299で、無風と。ここ間がね。このギリギリのライン、ここかな。これでダメだったらもう諦める。ダメーダメーあーダメした。方法論がわからん。方法がわからないな。どうやっても無理。どうやっても無理。どうやっても無理。まあ弾道が、そうかそうかそうか、まだまだちょっと結論が早かった。もう一回行こう。やり方間違えた今。弾道は一番ある状態じゃない、弾道が一番低い状態じゃないとダメなんだ。あ、ここだとこうして、あ、まあここでもいいけど、これで、フルスイングで、上。一番弾道が、で、場所が、ここ、303ヤードのとこに落ちるように打つ。303ヤード落ちるところに打つ。だから、間が200か。で、この真ん中が303。この辺に、この辺でいいんだっけ？これがちょうど300だね。このぐらいでいいんだ。もう一回リタイアして。フルスイング、これなんかうまいこと いくか、これうまいこといったりする。これでまあ320を目指して打つ。ジャストショット、いくぞ。これどうだ。いった、やっといった。まあ、思った場所じゃないけど、どうしようかな。これでいいのかっていうとそうでもないけど、まあ思った場所には行ったか。やり方はあるな。そしたら行こうかな。で、雨
いいわね。あー強かったか。当然。うん。いいわね。なるほどね。よし。じゃあいけるね。もうちょい頑張ればいける。いいところには行くはず。曲げるのはダメだろうな。トップスピンで。でもいけるか。やりようによってはありか。みんな仲良く。マイナス1。残りはもうない。祝砲が残ってるぐらいか。祝砲。じゃあね、これだね。362が一番飛ぶ。まあ終わらなくてよかった。1、2でいいや。で無風1た。まあ十分でしょう。で、この間が8ヤード？何ヤード？ 12 ヤードあるんで、だからこの間ぐらいでいい。6ヤード。いいと思うんだけど、ちょっとだけ弱めに打つか。このぐらいでいいか。いや、6ヤード打っていい。大丈夫。OK。いや、もうちょい強めか。むっず。どう？はい。最後無風か。フォーカス。まあこれかな。で、これぐらいかな。これね、結構ぴったりでもいいぐらいなんだよね。これでいい。OK。 いいね。入る可能性ある。手前すぎた。もうちょい強めか。最後もよくわかんないな。いいわね。よし。はい。まあいいでしょう。6749位。じゃあ行きましょう。2打で最初のホールを2打で沈める、そのイメージ。今回はそれやってみようかなと。でここでこれがフルスイングで上で、で思ったよりも飛ばなかったんで、飛ばしていくのがベストで、飛ばすのはここぐらいかな。ここぐらいで飛ばしてみたらいいんじゃない。
で絶対ジャストショット、ああ無理だった。あーでもいける、ジャストショットしなくてもいける、いいねこれだな。うん 60.5。 微調整してしたで、無風で、で入れるイメージ、これぐらいはダメ、これぐらい OK。 いやーダメか、もうちょい弱めか。まあこれを繰り返すって感じかな。よし。なんか一打でグリーンオンできてたんですけど、なんかその具合が分かんなくなっちゃって、なんか仕様で一打でグリーンオンできなくなったんじゃないかなちょっと思ってしまう。なんか何十回か試してみたんですけど、なんかうまくいかないんだよね。その動画はボツにしました。これどういう高さも大事か。なるほどね、高さも大事か。あで今回のクラブが弾道低いから、やりようによってはいけんじゃないっていうのはあるな。この後試してみよう。真横か。あそこ当然で、無風で、これがねこのぐらいでいいと思うんだよね。で、やりすぎ、うん、こんぐらい、こんぐらい、こんぐらいで下で、どうすかな。6がね、ダメなんだよね。6足して、だから8なんだよ、8。8で、6でダメだったから8はありなんじゃない ?8 で打ってみっか。やっちゃったー。何をやってるんだ、13.9。うわ外す。いいわね。よし。全部のホールでチャンスがあるからね、ホールインのチャンス。はい、ラストラストがよくわからないな。弱いんだよね。じゃあ強めに、いやラストは強めに行かないとダメだ、強めに行く。まだ弱いか。ラストは強め、ラストは強め。だ第2ホールも強め、おそらく。よし。これマジある。次ぶっ放すわ。はい、
最初のホールだ。で、まあ終わりにしますか。散々やったんですけどね。横にしてフルスイングにして、場所悪いな今回。あーきちい。一応ここを狙うっていう感じのやつで、このまま打ったらどうなのかっていうのをやったらダメかな。まあやるよね。うわ、そこに当たる。まあ後のお楽しみにしましょう。はい、無風下で 1.3 下で、強めに打てばいいか。まあ 1.3 下、この間が 何ヤード、5ヤードでも雨があるからね、これでいいはず。 OK。 あっぶんな。弾道低いからいけるはずだね。やっぱワンオン、グリーンでワンオンはいけるはず、頑張れば。はい、4メーターの風、これはさすがに祝砲だね。366。139で無風で、これさすがに12だね。ここぐらいにして下んで、154、ちょっとパワー落とすか。1ダメか。154、15ヤード、15ヤード強いね、この間が15ヤードで、間でいいんじゃん。7点いくつとかでいいんじゃん。これぐらいでいいと思うな。OK。じゃあイーグル取った。ああイーグルは普通。いいよね。どう？お、得点がちょうど並んでる。12,986。ぴったり並んでる、同率1位。でもどうやら1位にはなれそうにないですね。でラストと無風と159。ダメだな。最後は強めに打つのが正解。強めが正解。それぐらいかな。OK。 下手すら入る。どう？OK。
多分2位にはなれると思うな。多分2位にはなれるはず。何これ何これ。いやー、だ今回はやっぱりスピン回だからね、スピンを強みにしてるんでしょうね。はい、ベースに雇っていく。4882。まあついでなんで行きますわ。残り3回、とりあえずワンオンチャレンジやります。ワンオンチャレ。こうしてで無風じゃないよと、フルスイにして、で場所はここで、まあぴったりでいいかな。いや、ちょっと強めにするか。これがそうなるとこうだから、はい、あそこでもダメだね。あそこでもダメ。これ風も関係するからな。風関係するの最悪だな。もうでもしょうがないね。ここの辺じゃない？で、こうして、で、まあこの辺か。どうだ？うわー。下はダメか。弾道低くしなきゃいけない、横にしなきゃいけない、曲げなきゃいけない。トップスピンだと弾道低く進むのは分かった。トップスピンだと弾道が低くなるのは分かった。だからあとは工夫次第なんだな。で、これでこのぐらいか、どのぐらいだろう、このぐらいかな。このぐらいで打つか。どうだ、届け。うわー、惜しい。今のはすごく惜しい。今のはすごく惜しい。風が3メーターか。風の影響があるの嫌だな。チョイスを間違っている可能性、まああるよね。これでフルスイングで、この辺で、これでダメなんだっけ。これがもうちょい右か、こことか。風がハテナマークだけど、ここで打つか。もう試さないと分かんないもんな。 OK はダメ。今のはダメ。かろうじてね、かろうじて。で、今のでジャストショットだったらセーフだったかもしんない。ここでジャストショットだったらセーフだったかもしれない。場所が
このぐらいにしようか。どうだ、いいね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 。もうちょい左、もうちょい左。風は3メーター。まあやり方間違ってるかもしんないけどね。ここで この辺かな。で行きましょう。ああ、やっちゃった。ここで、この辺で打つか。いやー、惜しい。惜しい。言ったと言えば言ったけどな、違うんだよな。ほぼ行った、ほぼ行った、今の。正しくないか。ここで行くのは当たり前なんだよな。だから曲げなきゃダメなんだよ。こうで、こう。ほぼいったなぁ、ここ。だからもう、これが正解？これが正解？んで、これにして、この白線のところにする。あー、しくじった、しくじった、しくじった、しくじりました。これでフルスイで、でもね、これでいけるっていうパターンない。この338のこの時点ところに当てて、で反射で、これダメか、これこうだもんね、これは無理だね。だからやっぱこうなんだ。で338のこのここに落とすんだから、ここで打つと上に行くか。この辺がいいんだな、多分ベストとしては。でもこれはアウトになるんだろうな。でもこれで打つのがベストか。でこの辺にしといて打つ。どうだ、当たった、当たったよ、当たるよ。これ3時間ぐらいやってるかもしんない。可能性ある。可能、いや、2時、いや、やって2時間だな、今。フルスイの横で。で、さっきのがね、ここだな、つってダメだったね。やっぱここなんだよね。ここで行くわ。で、場所が、あ、でも3メ、風がね、結構影響するから、もうしょうがないね、そこは。どうだ？いやー、
いやー、間か。わかった。かなりわかった。この、このわずかな部分。ですね、フルスイングで、338のここでダメだった、だからここじゃね、風、向かい風よし、いくぞ。いやー、なんで？嘘、当たってないじゃん、ちょっと待って、ちょ、ふざけないで、そしたら、わかった、これね、いやー、ふざけてるよな、今の。いやー、もうどうしようもないな。これもダメ、あれもダメ、どこもダメ。この辺にするとアウトなんだよね。これにすると当たる。ここは？ここも当たるか。ここ行くか。ここやってみるか。この338のここ。白い白線のところ。うわー、外したー。今のところでいいよね。はい、行きましょう。338でここだっけ。これはちょっと違うか。ここかなで、白線。これ、いや、当たる。当たるな。トップスピン行きで、これがこうか。316、352で、フルスイで、まあね、このパターンな。でですね、338で飛ばせばいいんですけど、本当はこれはやりたくないんですよね。で、これをイメージして1、2とかやるとここになるわけだ。で、まあこれでいくかっていう話なんですけど、3、9、1にして、で、こうだね。うわ、外した。外した。はい。
とどうすんだ。イメージこうか。で、こうか。こうか。風2メーター。2メーターだから行かなかった。結果。風も計算する。アテナメーター。ここ。これが、ちょっとあれだな、安牌気味で行ったらいいんじゃない？これいいんじゃない？ここ。ここいいと思う。場所が？これか。ここになるのか。ここね。で、風がどれぐらいかわかんないけど、とりあえず打つ。うわ、外した。また外した。かー、意味ねー。外した意味ない。今のでいいはず。風は何メートルかわかんないけど、この鉄骨の打つ場所はもう決まった。これここで、これ、いやー無理だった無理でした。無理だった。無理だったな。今のは完璧な値だったけど、全然違った。鉄骨の間を抜くのはどう？これでこうして、ちょうど風向きも悪くないから、この鉄骨の間を抜く。これで行こう。で、場所は、355あたり狙えばいいか。355あたり狙えば、あ、でも風があるけど、どうしようかな。355あたり狙おう。この間を通します。で、355だから、ここぴったりでいいか。どうだ、これ。この考えどうだ？この考えありでしょう。ダメか。ダメかな。これはここか？いける気がするな。最後やろう。いける気がする。曲げない。
弾道は低いままで、この間だけど、ここがねブレるから、こういうこういうこうこうこうで、なまあ355あたりを狙う。だから旗のところでいい、ここでいい。行くぞ、行け。うわー無理だった、なんか変な感じになってる。いやーじゃあ終わりにすっか、今の期待します。終わり、あー今日は終わり、明日頑張ります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。